い、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、総裁の基本的な部分を解説させていただきたいと思います。具体的には、受動債権と受動債権の意味、あと総裁適場についての、ちょっと細かい理解していただきたい部分ですね。これを解説させていただきたいと思います。まず、総裁ってそもそもどういう意味かというと、A さんと B さんがいて、お互いが債権と債務、どっちも持っていたといった場合、その債権債務を帳消しにするのが総裁なんですね。まあ、この点についてちょっと具体例を考えてみると一番わかりやすいです。例えば、A さんが B さんに100万円を貸していた。この場合、A さんは B さんに対して100万円の貸金債権を持ちますね。で、一方で、B さんは A さんに対して、これちょっと時計なんですけれども、時計、100万円の時計を売りましたと。その場合、B さんは、100万円の代金債権を持ちますね。まあ、債務者は A さんです。100万円の代金債権を持ちます。だから、A さん、B さん、お互い、100万円の債権をどっちも持っているってことなんですね。だからこれを、帳消しにするのが総裁なんですよ。A さんは B さんに100万円貸したわけなので、B さんは100万円返しますよね。これ OK です。返します。で、一方で A さんは B さんから100万円時計買ってるわけだから、その100万円を B さんに渡します。支払いしますよね。つまり、B さんが100万円返済して、A さんは100万円の代金支払う。これね、お金やり取りしてる状況なんですけども、これめんどくさいですよね。お金のね、やり取りするのが。これをもうやらずに、もうこの債権債務帳消しにしましょう。これが総裁なんですよ。で、まず受動債権と受動債権のこの意味なんですけども、受動債権っていうのは、総裁を主張する側が持っている債権のことを受動債権って言います。一方で、総裁を主張する側じゃなくて、その相手方が持っている債権を受動債権と言います。例えば、A さんが総裁させてくださいと主張するのであれば、A さんが持っているこの貸付金債権、これが受動債権になるんですね。反対に B さん、こっちの債権が受動債権になります。これ、ここまで OK ですか？逆に B さんが総裁させてくださいというのであれば、B さんが持っている代金債権が受動債権になって、A さんが持っている、貸付金債権、これが受動債権になるんですね。だから、どっちがどっちっても決まってるわけじゃないんですよ。こっちが受動債権で、必ずこっちが受動債権になるっていうわけではないんですね。主張したい側が持っている債権が受動債権になるので、主張したい人が変われば、それに応じて、自動債権か受動債権かっていうのは変わってくるんだってことなんですね。だから、まあ、問題文見てどっちが総裁を主張しているかっていうのを考えて、あ、この場合はこの人が持っているこっちが自動債権だな。あ、相手方が受動債権だなっていうふうに判別していくんですね。で、ここでですね、一つ言葉があります。総裁適場っていう言葉が出てくると思います。これどういった意味かっていうと、これ漢字見てもらうとすごくわかりやすいんですけども、総裁に適した状況って書きますよね。まあ、言い換えると、総裁できる状況の話なんです。総裁できる状況。じゃあ、総裁できる状況ってどんな状況なのか。言い換えると、総裁できる要件とも言います。どういった場合に総裁できるのか。この要件があるんですけども、いくつか要件があって、例えば、一つ、同種の債権であるってことが、一つ要件になってるんですね。今回は実は同じ種類の債権なんです。A さんが持っている債権はお金を貸したわけだから、貸金債権ですよね。貸付金債権ですね。一方で B さんは時計を売っている代金債権を持っています。貸付金債権と代金債権。これは、一見すると別々のものに見えるかもしれないんですけども、同じ種類なんです。どう同じかというと、どちらもお金に関する債権、つまりどっちも金銭債権なんですね。金銭債権。だから同種なんです。例えば、別の種類ってどんなものがあるかというと、A さんが、今回の貸付金債権を持っていて、B さんが引き渡し債権を持っていた。何かを引き渡す債権を持っていたと。
つまり、B さんが A さんに対して何かしら引き渡してくれっていう権利を持っていたということですね。これっていうのは同種の債権じゃないから、これは相殺することはできませんっていうことなんですね。だからまあ、一般的にはどっちも金銭債権の場合、同種の債権なんだと言えるということです。で、まあこれが一つの要件なんですけども、まあいくつか要件があって、今からお伝えするこの丸一、この要件がすごく重要なんですね。まあ試験とかでも問われる部分で言うとやはりここなんです。どういった要件かっていうと、自動債権が弁債期にあるということなんですね。これそのまま丸暗記してる方いるんですけども、これはちゃんと理解しておきましょう。理解しておかないと、法音試験で、まあ、引っ掛け問題でも出てきたときに、まあ、解けないんですよ。過去問は解けても、過去問とはちょっと違うような、別角度から出題されると解けなくなっちゃうんですね。言葉だけ覚えていると。だから、ちゃんと意味を理解するってことが重要です。例えば、A さんが B さんに対して、お金貸しましたよと。まあ、100万円にしましょうか。100万円のお金貸しました。で、その時の弁済期っていうのが5月10日。とします。つまり、期限は5月10日だから、B さんは5月10日までに返済しないといけない義務があるんですね。まずここ OK ですか？ A さんが持っている債権の期限が、弁債期が5月10日だった場合、B さんは5月10日までに返済する義務を負うんだってことです。これがセットになってるんです。ここセットですね。じゃあ、一方で B さんが時計を売りましたと、100万円の時計を売りました。この時の代金債権の弁債期は6月10日だと仮定します。言い換えると、A さんは6月10日までに支払わなければいけないってことなんですね。こことここがセットになっています。これ OK ですね。じゃあ、ここのもう一回戻ると、自動債権が弁債期にあるってことが要件なんですね。だから逆を言うと、自動債権が弁債期にない場合っていうのは、相殺できないって話なんです。OK ですね。もう一回言いますね。自動債権が弁債期にあれば、弁債すること可能なんです。まあもちろんその他の要件あるので、その他の要件を満たしたっていうのは前提ですよ。最初にも言った通り、同種の債権であるとかね。まあそういったところの要件を満たした上で、自動債権が弁債期にあれば、これは相殺できますよ。一方で、自動債権が弁債期になければ、これは相殺することできませんよって話です。じゃあ、ここで質問します。5月20日、どちらから相殺を主張することができますか？どちらからですね。どちらから。どちらから相殺を主張することができますか？これ考えてみましょう。まず、5月20日時点で、自動債権が弁債期にあるのは、どちらの債権かっていうのを考えるわけです。こっちから行きましょうか。こちらから。A さんが持っているこの債権っていうのは、弁債期到来してますか ?5 月20日の時点で。この債権、弁債期到来してるか。5月10日。これ到来してますね。過ぎてますよね。この弁債期過ぎているってことは、弁債期にあるんですよ。つまり A さんからはこれ相殺主張することできるんですね。A さんから相殺を主張するということは A さんが持っているこれが自動債権ですよね。で、この自動債権が弁債期にあるわけです。弁債期にあるっていうのは弁債期過ぎているってことです。この5月10日過ぎてますよね。5月20日。だから A さんからは相殺することができるんです。一方、じゃあ B さんはどうでしょう？ B さんが持っている債権はこの債権ですね。この債権っていうのは弁債期は6月10日。期限は6月10日です。6月10日ってことは、5月20日時点ではまだこれ到来してない。言い換えると、弁債期にありません。だから、B さんが相殺したいですって主張する場合、この債権が自動債権になりますよね。でも、これは弁債期にないわけだから、B さんから相殺を主張することはできないって話です。つまり、この問題で言うと、A さんからは相殺主張することできるけども、B さんからは相殺を主張することできませんよって話なんですね。5月20日時点では、A さんから相殺を主張することできます。一方で B さんからは相殺主張することはできません。これが、この丸一の意味なんですよ。じゃあなんで A さんが相殺主張できて、B さん相殺主張できないのかっていうところを考えてほしいんですよ。ここが理解すべきところなんです。なんで5月20日だった場合、
A から相殺できて B から相殺できないかってところです。ここをちゃんと理解できていれば、ここはすんなり理解できるんですよ。そして頭に入りやすいです。頭に定着しやすいです。なのでその部分をちょっと解説させていただきます。5月20日を考えると、まず A さんっていうのは、6月10日までに払ったらいいんですよ。それよりも別に早く払ったとしても、それは別にいいわけですよね。OK ですよね。で、一方で、B さんは5月10日までに返済しなきゃいけない。にもかかわらず、今5月20日ですと。これ過ぎてるんですよ、B さん。だから早く払わないといけないです。一方で、A さんはまだ払わなくていい。まあ余裕があるんですよね。これ、期限の利益っていう言い方するんですけども、まだ、支払いまでに、約20日かな ?20 日ありますよね。20日間。その20日間は自由にお金使うことができる。つまり払わなくていいんです、100万円を。その100万円別のものに使ってもいいわけですよね。持っているのであれば。別に、6月10日までに支払えばいいので、6月10日時点でお金があったらいいわけだから、それまでの間は別に払わなくてもいい。一方で B さんはもう払わなきゃいけない。むしろもう期限過ぎているっていう状況なんです。ここで A さんから相殺を主張するっていうのは別に B さんにとって不利益は被らないわけですよ。相殺することによってこの債権債務消滅しますよね。この債務も消滅。こっちもこの債権も消滅する。それによって B さんは損害被るかと、不利益被るかって言ったら別に不利益被らないですよ。期限の利益ってもうないですからね。一方で、5月20日時点で B さんから相殺を主張した場合を考えます。この場合、期限の利益を持っているのは A さんですよね。つまり20日間だけ払わなくてもいいっていう、そういった利益を持っている状況です。一方で B さんは先ほども言った通り、もう過ぎてるわけだから早く払わなきゃいけないという状況です。ここで B さんが相殺を主張するってことは、この債権債務をね、消滅させるわけですよね。これも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 消滅させると。いうことは、A さんが持っている、この20日間払わなくてもいいという期限の利益を B さんが勝手に奪うことになるんですよ。そうすると、これは B さんが相殺主張することで A さんの利益を不当に奪うことになるから、これはダメだよって話なんです。つまり、相殺できるかできないかを考える上での、この自動債権が弁債権にあるか、これを理解するためには、期限の利益がどっちにあるかというところを考えるっていうのが重要なんですね。期限の利益がある方っていうのは、自分がこの利益を放棄してね、捨てて相殺することはできるけれども、相手方が利益を持っている、期限の利益を持っているのであれば、それを勝手に、この人が奪うということは、それはできないよって話です。これがちゃんと理解できていれば、この自動債権が弁債権にある、これは別に丸暗記しなくても当然なんですよね。だから問題文見ながら、あ、これはこっち期限の利益あるから、あ、これは B さんから相殺することこれできないなっていうのは、この問題文読んでると当然に答えに導けちゃうんですよ。これを多くの方が自動債権が弁債権にある、これが要件だって覚えようとするんですよね。そうすると大体本試験って焦ったり頭が真っ白になるんですよ。覚えたことは忘れる。もうこれはもう前提として、頭に入れといた方がいいと思います。そうだったとしても答えを導けるようにするのが勉強なんですよ。だから問題文から、あ、この状況だったらこっちが、期限の利益持ってるから、あ、じゃあこっちは、相殺主張することができないなと。あ、そっかと。5月20日時点では B さんから相殺することできないな。じゃあ A さんはどうかと見たら、A さんはこれ期限の利益持ってると。B さん見ると、あ、期限の利益ないなと。あ、じゃあ A さんからは自分のこの利益を放棄して相殺することができるな。ってことは、この問題は A さんからだったら相殺することできるなっていうふうに答えを導いて、はい、正解ってなるんですよね。だから、これを丸暗記してる方っていうのは、大体本試験で頭が真っ白になって、あれどっちだったっけ、自動債権だったっけ、受動債権だったっけとかね、弁債権にある、弁債権にない、どっちだったっけって悩んじゃうんで、ちゃんと理解をして頭に入れておくっていうのが、合格するための秘訣になりますので、ぜひですね、この点頭に入れて理解していただければと思います。